皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は視聴者さんからのリクエストでダイソーの生ジェルネイルシールのご紹介です。こちら半生状態のジェルでできたネイルシールなので、ライトに当てて完成します。普通のネイルシールと違ってジェルのように爪にぴったりとくっついてより長持ちします。ネイルシールを剥がれにくくする貼り方やオフのやり方などを細かく解説していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。今回ご紹介するのはこちら、ダイソーのジェルネイルシールです。なんだ、普通のネイルシールかと思ったかもしれませんが、ちょっと違うものなんです。こちら今まで100均で売っていたのはこんな感じのネイルシール。これは開けてそのまま爪に貼り付けるだけのネイルシールなんですが、このネイルシールとは違って今回紹介するのは半生状態のジェルでできたネイルシールなんです。このシールを貼り付けた後にライトで固めて完成します。ネイル用のライトはこちらダイソーにも売っているし、普段皆さんがお使いのもので OK です。また普通のネイルシールと比べると、こちらジェルネイルシールの方が多少ぷっくりしていてジェルに近い感じがあります。そして普通のネイルシールと違って光が入らないように白い箱に入っています。1箱330円で12枚のシールが入っていて、サイズが合えば1箱で両手いけるかもしれないですが、私の場合は両手に貼るとなると2箱必要でした。デザインごとに ABC とアルファベットが記載してあるので、同じものが欲しいときはこのアルファベットの文字で探してみてくださいね。それでは早速開けていきましょう。中にはジェルネイルシールが入っているシルバーの袋とウッドスティック、ヤスリが入っています。この袋の裏面に使い方が書いてあります。この説明書きでびっくりしたことが1つ、固める方法が3つあって、1つはライトに30秒入れること、そしてあと2つが寝る前にシールを貼って朝起きるまで硬化、もう1つが自然光で2時間硬化という変わったやり方が書いてありました。どちらもできないことはないと思いますが、私的にはライトで硬化する方法がやっぱりおすすめ。というのも、硬化する時間が長ければ長いほどシールが端から剥がれてくる可能性が高いからです。できるだけネイルライトを使って固めるようにしましょう。そしてこの説明書きの中では、ウッドスティックを使って甘皮を処理と書いてあったので、試しに私もウッドスティックでやってみました。爪の根元側には薄い皮のようなものが爪の表面にへばりついていて、この薄皮を取り除いておくことをネイルケアと呼んでいます。このウッドスティックでくるくるとこすり落としてみたんですが、なかなか取れずじまいで爪の根元側、キューティクルを押し上げることだけはできました。なのでやっぱりというか、甘皮をこすり取る専用の、こちらも100均のセラミックプッシャーでこすり落としておきました。セルフネイラーさんにはこれで十分取れますので、1本持っておくといいですね。ネイルケアが終わったら付属のヤスリを取り出します。ヤスリは白い面と黒い面があって、黒い面は爪先の形を整えるように、白い面はヤスリの目が細かいので爪先の形を整えた後に滑らかに仕上げるように使いましょう。今回はネイルシールをより剥がれにくく長持ちさせるために、この白い面を使って爪の表面に軽くヤスリがけをしていきます。本当に軽くで大丈夫、爪の表面が曇る程度で OK です。ヤスリがけが終わったら、キッチンペーパーに消毒用のエタノールを含ませて、爪の表面についている皮脂などの油分を拭き取ります。この油分除去はやっているようできちんとできていない方が結構多いです。爪周りから剥がれてきやすいという方は、拭き取る時にキッチンペーパーを折りたたんだ角を使って、爪の両サイドや根元などを念入りにゴシゴシと拭き取るようにすると剥がれにくくなりますよ。油分除去が終わったら、袋に入っているジェルネイルシールを取り出します。シールは全部で12枚、同じサイズのものが2枚ずつ入っています。サイズ感は普通め、皆さんの爪幅によっては
小さかったり大きかったりして合う合わないがあると思います。ですのでシールの大きさを計測して記載しておきましたので、ぜひ参考にしてみてください。そして爪に合うシールを選ぶときは、爪幅よりもちょっと小さめのものを選ぶようにしましょう。自分の爪より大きいとシールがはみ出してしまって、そこから水分や油分が入り込んで剥がれる原因になってしまうからです。そして爪幅に合うシールを選ぶ際には、指全体のデザインにも考慮して選ぶようにしましょう。それでは爪に合うシールを決めたら、台紙からゆっくりと剥がします。できるだけシールの裏面は触らないように注意しながら剥がしましょう。ピンセットでシールの爪先側、真ん中あたりをつまんで持ったら、シールの根元側を爪の根元より1ミリほど離して貼り付けます。一旦爪の上に置いたら、付属のウッドスティックを使って爪の中心から外側へ向かって空気を抜きながらぴったりと貼り付けていきます。この時ウッドスティックの先端をあまり力強く押し付けないようにしてください。結構表面が柔らかくて、ライトで固める前に表面にへこみができてしまうと、そのまま硬化せざるを得なくなってしまうためです。もしへこんじゃったという場合には、トップジェルを塗って固めるとへこみも目立たなくなります。ウッドスティックで貼り付けたら、指でもしっかりと圧着しておきましょう。爪全体に貼り付けたら、爪先の余分なシールを内側に折り込んでおきます。この折り込んだ余分なシールを付属のヤスリで削り落としていきます。ヤスリの黒い面を使って爪に対して斜めに当てて、こんな風に下に向かって動かします。爪の右側から真ん中、左側へと爪先全体に動かしてシールを削り取ります。だいたい削り終わったら、内側に入り込んだ余分なシールを取り除きます。削り取った後、まだ爪先がガサガサとしているので、ヤスリの白い面を使って滑らかに整えておきましょう。これで爪先もぴったりと貼り付けることができました。ただ爪の表面にちょっと傷ができてしまいました。こんな風に爪を強く当てると型が残ってしまうので、注意しながら貼り付けましょう。ネイルシールを貼り付け終わったら、ネイルライトで固めていきます。今回はダイソーのこちらのライトを使いました。そしてここで注意してほしいのが、ライトを当てるとき、近くにネイルシールを置かないようにしてください。このままライトをつけると、近くに置いたネイルシールまで一緒に固まってしまうので、ライトの光が当たらない場所に置いておきましょう。また日中の窓辺でネイルしても固まってしまうので、室内の日光が入り込まないところでやりましょう。準備ができたら、ネイルライトに30秒入れて硬化します。硬化している間、ほんのりと硬化熱を感じました。また硬化した後は、硬化する前に比べて少し硬くなったような感じがします。カチカチになるわけではなくって、ジェル特有のぷっくりした感じも残しつつ、爪の形なりに形状記憶したというような印象でした。他の指4本にも同じように貼り付けてみました。ネイルシールのいいところは、ジェルネイルと違っていろんなものを準備する必要がなく、貼るだけでネイルアートが全部完成すること。ジェルを塗るとなると、初心者の方はムラになったりはみ出したり、うまく塗る技術が必要になりますが、ネイルシールはそういった煩わしさが不要です。でもその分、ジェルネイルより長持ちはしません。ジェルでもネイルシールでも、どちらもメリットデメリットがあります。どっちがいい悪いではなくって、ネイルを楽しむ方法は人それぞれ、皆さんの生活スタイルに合わせて選んでいただけたらいいなと思います。5本全部に貼り付け終わりました。ダイソーのジェルネイルシールは、デザインがシンプルなものが多いんですが、
こちらはチェック柄でデザイン性も高く、とっても可愛らしいデザインになりましたね。そしてこのジェルネイルシール、ライトで固める前と後でどのくらい硬くなるのかなと疑問に思ったので、シールを1枚切り取ってそのままライトで固めてみました。固めた後のシールがこちら。見た目は特に変わらず、一応折り曲げることもできました。画像では分かりにくいんですが、固める前のシールと比べるとヘナヘナした感じがなくなって、しっかりとした下敷きのような芯がある感じへと変化しました。またこのシールをウッドスティックを使ってオフしてみました。隙間から少しずつ剥がしていくんですが、普通のネイルシールに比べてぴったりとくっついていて、地爪が持っていかれそうなほど。普通のネイルシールよりずっと密着が良くて長持ちするんじゃないかなと思いました。ただ密着が良すぎるので、ネイルオイルなどをつけてそっと剥がすようにしましょう。剥がれないときは無理をせずにリムーバーでオフする方が良さそうです。ダイソーのジェルネイルシール、いかがだったでしょうか。普通のネイルシールよりもしっかり密着しているので長持ちしてくれそうな感じです。ネイルを楽しむ方法の一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。